こんにちは、フィーフィーです。7月の30日、ニュージーランド政府が韓国政府には失望したとコメントを出しました。一体何があったのでしょうかえ実は今、韓国とニュージーランドではセクハラ問題で揉めていまして、そのことの発端というのがニュージーランドにある 韓国大使館に勤務していた韓国の外交官による現地の男性職員へのセクハラ行為をしていたという疑惑なんですね2017年末に3度にわたり職員の体を執拗に触るなどした疑いが持たれています外交官本人は大使館による内部調査でこの疑惑を否定しているんですが 彼はニュージーランドでこの件に関して起訴されていまして、2月に逮捕状も出ているんです。また、この外交官、現在は東南アジアの国の総領事館に勤務しているそうです。ニュージーランドの外務省は昨年9月に韓国政府に調査の協力を求めたんですが、韓国政府はこれを拒否しました。ニュージーランド政府は 韓国政府がニュージーランド警察の要請に協力しなかったのに失望したと、またこの事案については警察の捜査を続けるとコメントしました。ただニュージーランドのニュース番組は7月25日にこの件を細かく報じていて、真相調査を拒む韓国政府にもこの外交官と同じく問題があると痛烈に批判しました。で、 このニュージーランドにある韓国大使館の韓国大使は何と言っているのか有罪が立証されるまでは無罪と推定される権利があると話していてまたこの外交官をニュージーランドに入国させて調べを受けさせるかについても本人が自ら決める問題と話しましたえ韓国は前のソウル市長のセクハラ疑惑などもあったことから国内では 政府を非難すするる声も多く上がっているんですね。韓国のネットユーザーからは外交官が国に泥を塗ったひどい政府だまたこのような犯罪は厳しく罰すべきだ国民も韓国政府には失望したなどムン政権への厳しい批判が多く見られました。 そしてこの他にも韓国は女性が関わっている性的な虐待について今深刻な問題がありまして、これが脱北者に関わることなんですけれども、まず韓国の話をする前に、この脱北者の性被害については北朝鮮でも起きていまして、まず北朝鮮のことに触れておきたいと思います。 国連は7月の28日北朝鮮で脱北に失敗した女性に対する性的な虐待が横行していると非難する報告書を発表しました北朝鮮は人民に厳しい移動制限をしていてこれに違反すると拘束されて処罰されるんですねで国連は100人以上の女性の脱北者に韓国で聞き取り調査を行い そこで、ほぼ全員から虐待に関する証言を得ています。この女性たちは全員が脱北に失敗したことがあるのですが、その際、北朝鮮に連れ戻されて、公安や警察当局から様々な虐待をされたと語りました。ひどい暴行で胎児を失った女性もいましたし、暴行などを告げ口すれば食事を与えてもらえないなど罰を追加されるので、 何をされたのか、施設内で起きたことが隠されてきたそうです。元々、もともと拷問や処刑が行われていることで知られる北朝鮮の収容所ですが、この件に関して国連は人権侵害であると非難をしています。司法の存在しない独裁政権における北朝鮮の人権侵害は、たびたび問題視されますが、注目したいのはここから、え脱北者の 女性という弱い立場への虐待が韓国国内で行われているということ7月29日に韓国で脱北者の女性が警察官により1年9ヶ月もの間性的な暴行を受けたと報じられましたこの警察官は脱北者の保護を担当していてこの人職務を 誠実に行っていたとして過去に政府から表彰ままでされていましたひどいのはこの警察官の上司なんですが何が起きていたのか知っていたのに死を覚悟でやってきた大韓民国で後悔なく暮らすためには忘れるべきだとこの女性の訴えに対して黙殺をしていたということなんです女性は1年9ヶ月もの間12回以上 暴行を受けていてまた約44万円相当の高級時計も脅し取られていたといいますこの警察官脱北者の身辺保護を担当して8年でその職務能力を高く評価されていました現在警察による捜査が続けられているのですが警察はこの虐待にはこの 警察官だけではなく、上司も関与してていいた可能性があると見ていますえ。韓国といえば前のソウル市長による女性へのセクハラ疑惑が今も問題になっているんですけれども7月の31日韓国の国会のフェミニストの集まり国会フェミというらしいんですがこの国会フェミがこのソウル市長のセクハラに関連した二次被害が広がっているとの 調査結果を発表しましまた。この件に関し女性補佐35人に質問調査を行ったところこの事件の発覚後これだから女性秘書を入れたらダメだとかこれは性暴力ではなく不倫だろうとか政治をしていればそういうこともあるというような言葉を投げつけられこの問題を正当化したり女性側のせいにするような 二次被害を受けていたことが分かりましたこの国会フェミは女性の力量と発言権を制限し弱者とみなすこのような組織における風潮価値観を改善しなければ威力による性暴力は止められないとこう語りました韓国では女性を軽視する風潮があり社会における女性の地位向上が課題になっていると聞きます まあこのようなことは韓国に限ったことではないのですが戦時中の女性の性被害に関し国際社会で声を上げる側の国ならば現代においてもそれこそ韓国社会自国におけるこれらの問題により一層真摯に向き合う姿勢を見せるべきではないでしょうかさてここまでお話をしてきましたが皆さんはどうお感じになりましたでしょうか ご意見をコメント欄にどんどんお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いしますみんな見てくれてありがとうフィーフィーチャンネル登録してね